紅白幕くす玉に添えられた垂れ膜新歌舞伎座の次回公演案内の垂れ膜横断膜一例幕は舞台あるいは映画の映写、式典や祭礼、広告や装飾などで用いられる、主に吊り下げて使用する布の装飾、カーテンや帳の類い、舞台幕は劇場の装置として使用される幕多くの種類がある。なお舞台芸術における場面区分の単位も 幕といい、区分の、ほぼ際の順に、うまくはと称する。文楽や歌舞伎の段に相当する。それからさらに転じて、物事の段階を表現するごとしても多く用いられる。黒幕や幕の内弁当などのごも舞台に由来するごとされている。銀幕は、映画等を映写するための白い布。映写幕。暗幕は、光を遮断するための幕である。スライドや、 映写機の使用、フィルムの現像など暗証を必要とする際に用いられることが多い。一般に暗幕は黒色であることが多いようである。代用品としてカーテンが用いられるケースも少なくない。式典や祭礼、露天での設営などのために一定の場所を区切って張り巡らす幕を満幕という。なお、露天に陣地を設営するための満幕は人幕と呼ばれる。 一定の間隔ごとに色の異なる布を交互につないで作った膜をブチ膜あるいはブチマンという。紅白膜紅白膜は紅白の二色の縦縞まで構成される膜。結婚式、入学式、卒業式、成人式、春光式、祝賀会、講演会、開店行事など掲示で用いられるほか、資格効果などからバーゲンセールなどにも使用される。膜紐には 紅白紐を用いる。クジラ膜クジラ膜は白黒の2色の縦縞で構成される膜である。ツヤや葬式など一般的には長寿で使用されるが、これは葬儀業者が発案したとされ、一般的になったのは意外に歴史は浅く昭和初期以降とされる。名前はクジラの体が黒と白の2色であること、あるいは黒い皮を剥いだ、蔡の実が白いことに由来する。 白装束にもあるように、日本では古来より、長寺には白を用いたが、本来は、長寺、刑事に関係なく使用され、旧暦で行事が行われる地域や、格式高い神社での行事、また皇室では刑事にも使用する。朝木幕朝木幕は、朝木と白の二色の縦縞で構成される幕。寺鎮祭、上等式などの神事に使われる。葬儀などにも使われ、 くれない白幕や白黒二色のクジラ幕より古い歴史を持つ可能性も指摘されている。青白幕とも呼ぶ。歌舞伎で舞台効果のため使用する朝木色一色の幕も朝木幕と呼ばれる。五色幕仏教行事などで用いられる五色の縦縞で構成される幕、五色満幕、その他のぶち幕半幕には紅白幕、クジラ膜、浅木膜のほコンパク 紫白膜、黒木膜などがある。一松模様の一松柄膜、桜柄膜、紅葉柄膜、大量膜など、各種イベントに用いられる。極光膜は、半円形で中心から、同心円状に三色に、色分けされた膜、オープン膜、連ねて用いることで店舗の装飾やパーティー会場等で使用される。除膜式用膜は、 石像や銅像などのお披露目の際に行われる、除幕式、外部リンク、ビクショナリーで像を隠しておくために使用される幕。除幕布。舎字幕は、神社や寺院などで祭礼などの際に用いられる幕。幕棒が取り付けられることもある。舎字に奉納された幕は、奉納幕という。門幕は家庭などで刑事などの際に玄関に貼られる幕。玄関幕。 シャジと同じように膜棒が取り付けられることもある。花見に用いる膜。懸垂膜、懸垂膜横が横断膜、縦が懸垂膜、垂れ膜タペストリー、バックドロップである。素材はターポリンポンジトロピカル等カナキン、カツラギ等など。懸垂膜は旗竿に引っ掛ける上りという形式でディスプレイされる場合もある。一般にはイベントの開催告知、祝舎、 応援アイテム、広告宣伝の道具などに利用される。スーパーや百貨店などでは、新商品やキャンペーンの告知等を布に大きく書いて表示されることがあるほか、観光庁などでは、交通安全協調月間などといった懸垂幕が庁舎の建物に掲示されることがある。工事現場では工事中であることの注意喚起のための幕のほか、 工事会社や振興法などの宣伝に用いられる幕も用いられる、など、ありがとうございます。